2番平山キリア盾のアルグミ倉敷クラブ。リズムダンスを終えて3位です。去年逃した表彰台を狙っている平山キリア盾のアルグミ。フリーでは思い残すことのないよう思い切り演技をすること、何より楽しみたいと話す男性の盾の。シェルムールの雨がせ。最初は幸せな二人のカップルを演じます。最初のポイント、ツイズル、アチチュードでの左回転、インサイドカウンター、2回転トゥイズル、インサイド3バックインサイドトゥイズル。徐々に2人の思いがすれ違い始めます。ポジションも綺麗ですね。軸もしっかり取れています。ワンフットステップ、きれいにまとめました。2人の葛藤が始まります。男性がいい、このエントランス、ストレートラインリフトから安定しています。回転速度も速いですね。男性のインサイドロッカーからのこのちょっと表情もいいですね。ステーショナリーリフト、二人は別れの道を選びました。平山キリア盾のアルグミのフリーでした。いよいよこの後、村元高橋組が逆転優勝をかけたリンクに向かいます。さあ、それでは先ほど演技を終えた平山キリア盾のアルグミの得点です。88.46、フリーは 88.46、
リズムダンスと合わせまして 147.39 は参考記録ながらシーズンベストではありますが、現時点で2位です。高鳴西山組が表彰台を決めています。